皆様こんにちは、ゆめです。今日はユニバーサルスタジオへ遊びに行った動画になります。こんな可愛い電車で行ってきました。年間パスが、こんな価格で購入とかもあって結構びっくりしましたね。やっぱりテンション上がりますね。すごく楽しい一日でした。キャストさんもすごく皆様良かったですし、雰囲気もいいですし、あとですね、ゲストの皆様もみんなで盛り上がるぞっていう雰囲気があってとっても楽しかったです。で、朝一ね、マリオの方に行かれる方すごく多かったと思うんですけども、私と娘はハリーポッターの方へ行ってきました。娘がハリーポッター初めてでしたので、この空いてる時間に行けてよかったです。夕方とか昼過ぎにはもうかなりの人混みでした。ですぐにアトラクション2つ乗って、でこの日は9時開園だったんですけれども、前倒しで8時半には私たち入場することができたので、ハリーポッターのエリアでアトラクションを2つ楽しんでゆっくりしてからでも出たのが9時ぐらいでしたので、有意義な時間を過ごすことができました。で、今回アトラクションなんですけども、かなり乗ることができたんですけれども、動画の方にはあまり載せてません。フードを中心で今回まとめてみました。で、こちらがアトラクションのジョーズですね。久しぶりだったんですけども、とっても楽しかったです。で、すぐにそのまま任天堂ワールドの方に移動しました。キャストさんが横でそろそろ入場制限かけますっていう声を聞きながら、もうギリギリ入ったっていう感じですね。やっぱりこのマリオの世界観すごいですよね。で、娘と、ある程度こうぐるっと回って楽しんだ後、ヨッシーの乗り物に乗りたいというので並んで乗ってきました。娘といってももうすぐ23歳になる大きな娘なんですけれども、大人2人でもとっても楽しむことができました。で、今回なんですけれども、アトラクションですね、ジュラシックパークザライト、お水がジャーってもうかかるのが一番前でもべちょべちょになったり、あと16時に JCB のザクラスの優先搭乗っていうのが予約ができましたので、ザ・フライング・ダイナソーの方も並ばずに楽しめましたので、アトラクションの方も目いっぱいいろんなものを楽しみました。で、このキノピオ、お尻かわいいですよね。で、そのままキノピオカフェの方でお昼を取ることにしました。私たちの後ろからもう区切りがありまして、整理券が必要になってましたので、こんな感じでちょうどね、お客様が誰もいないところを取ることもできました。すごくメニューも可愛くていいですよね。こちらのスペシャルドリンク的なものも購入しました。中にゼリーのね、スター、星のものも入ってたりとかして、とっても美味しかったです。で、娘はキノピオのスープと上にこうパンが乗ってるものと、私はルイジのハンバーガーにしました。前回来た時マリオのハンバーガーをいただいたので、今回はルイジにしました。娘がこれオープンするのがもうすごくもたもたしてて、もうなんかなんなんだって感じなんですけども、中の具もすごくたっぷりで、お味の方もとっても美味しかったですね。この上のパンもふわふわで、このお料理すごくいいなと思いました。やっぱりね、このマリオのね、ニンテンドーワールドに来たからには、このキノピオカフェの方はちょっと押さえときたいところですね。で、他にもいろいろメニューがあって、もう一品注文しようかなと思ったんですけども、他にも食べたいものがあったので、これだけで我慢しました。また今すぐにでも行きたいです。この日は本当に暑かったので、アトラクションを楽しんだ後、アイスの方も食べに行きました。ミリオの中にあるアイスにしました。私はフラッペで、娘はバナナのサンドの可愛いのを注文してました。で、こんな感じで可愛いですし、そしてお味もとっても美味しかったです。
やっぱりね、行ったからにはね、こうやっていろんなものを食べるメンバーと行った方がより楽しめるかなと思います。すごくいいですよね、キャラクターと一緒にね、こうやって写真も写せて、なんか楽しかったです。で、その後またアトラクションを楽しんだ後、次はカレーを食べに行こうということで、スタジオスターズレストランの方へ向かいました。あまりまだね、お腹が空いてなかったので、一つのプレートを2人で分けました。で、カレーのセットでサラダとソフトドリンクがつきます。で、その他にカレーといえばラッシーだよねっていうことで、期間限定の桃のラッシーもあったので、そちらの方も注文しました。で、こちらのレストランがもうアトラクションより並んだかなっていうぐらいかなり並びましたね。レジが合計2台しかなかったので、でもお客様レストの数はすごかったので、まあしょうがないったらしょうがないですね。でもゆっくりすることができました。でエリアもかなり分かれていたので、どこに行っても楽しかったです。でハリーポッターのところに戻ったり、あとシャーロックホームズのこちらのステージもとっても面白かったです。で、チュロス、チュリトスっていうんですかね、ユニバーサルは、こちらの方も購入しました。で、あと今ハロウィンのホラーナイト、3年ぶりなんですけども、めちゃくちゃ面白かったですね。で、こちらジュラシックワールドのエリアは暗かったので、余計に面白かったですね。あとどこのエリアでもやってますので、いろんなエリアに行って目いっぱい楽しみました。で、閉園間際になりますので、こちらのドリンクだけ購入しました。で、最後までね、しっかり食べたいものを食べて、目いっぱい楽しみました。で、こちら、いちご味と青りんご味で、とっても美味しかったです。で、この日暑かったので、もうさらに美味しく感じました。ちょっと余談なんですけども、アトラクションが75分待ちが実際は30分ぐらいだったりとか、スパイダーマンも40分待ちが実際は20分で乗れたりとかもしましたので、すごくね、大阪らしいなと思いました。こちら帰宅後、お土産の方も少し写してみました。ピアスも購入しました。たくさん買いたいものもあったんですけども、荷物が多かったらいろいろ楽しめないので、もうこれだけかって思いながら、カバンに入る分だけを購入しました。こちらのクッキーとかもプリントもあって、とっても美味しかったです。あとハリーポッターとミリオンのエリアでもそれぞれいいなって思うものを購入しました。で、今回たくさん食べて、アトラクションも目いっぱい乗って、とっても楽しい一日でした。今日も最後までありがとうございました。